はい、皆さんこんにちは、和也です。じゃあ、竹です。今日はゲストに泉さんが来てくださいました。お久しぶりです。お久しぶりです。いやー、元気ですか？まあまあそこそこ、うん、ちょっと疲れてます。でもさ、この前の日曜日も会ってるし、土日で会ってるからね。そうですね。久しぶり感は全くないね。そうですね。ということで今日はですね、まあいろんな動画を撮っていくんですが、まずはガチャ。はい。泉さん、なんかこんな祝賀会秋の復刻祭、はい、こんなガチャが来ましたけど、いかがですか？僕は、うん、まあその強い弱いはあると思うんですけど、はい、まあ、うん、まあ、真ん中の3人、鳴海、小川、江戸川ら辺はかなり強いキャラなんじゃないかなと僕は、うん、思いますね。まあ、他にもギャネンドラがいたり、うん、まあ、ちょっと見ていきましょうか。最近のこの火山やたら押してくるよね。押してくる感じなんなんですかね。銀崎ユールもいるよ、鏡、はい、クーヤ、鳴海、うん、あとは堀杉、ダイスマミ、マルチドロイド、まあこの11キャラのみ出現の、ガチャでございますと。で、パワーストーン40個で回せて SR 以上が1枚確定で、2回目になるとまたさらに SR 以上1枚確定で11キャラのみ、うん、で、3回目以降は SR 以上の確率がアップとのことです。はい、これね、私はですね、鳴海が来てくれるともしかしたらいろんなことが起こるんじゃないかなと思い、まあまず20連だけさせていただこうかなと思います。11キャラのみしか出てこないっていうのは割とポイントなのかなと思いますね。本当に狙いたいんであれば、うん、まあ、ワンチャンあるかなって感じ。たださ、復刻祭だよ、うん、なんであの3人入れないのって思ってる人多いでしょ。復刻祭って言うんだったらさ、ねえ、確かにこれは年末ですね、多分、うん、そうですね、そこは多分。まあでもこの SR 以上1枚確定という言葉にですね、やっぱりさ、いろんな策略が入ってますね。うん、うん、引かせてるぞ。ダンジョン的にはどうなんですか？やっぱり小川ミワぐらいですか？僕は小川ミワの PSR 一点狙いですね、はい、これをもし回すんであれば。なるほど、一点狙いで500だよ。いやー、もうそれはそれは PSR が出れば、うん、まあ、今プラゴが小川は2枚あって、うん、SR が1枚あるんで、おお、すげえ。その、まあ、解放によっては一発で50の可能性があるんで。ちなみに50連目で PSR1 枚確定とかだったら絶対回してた？回します。11分の1にかける 100% 回します。マジで回します。割と、うん、まあ、江戸川とか出てもいいですし、うん、その、まあ、桜沢とかなんかも水無月とあのコンボが、金徳がもらえるコンボがあったりするんで、うん、なんか割とロマンとかその求めるところで、あの SR すら持ってないんで、うん、まあ、結構あってももういいかなって思ったりしてますね。なるほど。でギャネンドラとかなんかメカニクスで強いみたいなの聞いたことあるので、うん、はいはいはい、まあ、PSR で持ってれば、ね、まあそのメカニクスとかなおさらね、うん、使えるんじゃないかなとか思うんで、もし50、その PSR 確定だったら、まあ、回しますね。なるほどね、まあ、ということで今回は確定ではありませんので回さないそうです。そうですね、回さないですね、うん、じゃあ私は20連やっていきたいと思います。初回は40個、はい、次も40個でしたっけ、うん、次は50かな、うん、うん、このパターンだ。渋そうな感じから、うん、おお、新キャラ安定。おお、持ってなかったんだね。強いですね、多分強いんだ、うん、急速キャラ、キレ緩急、まあ、まあ強いんでしょうけど、多分俺のところには入ってこれないな。まあそうですね、まあ、うん、水無月と組み合わせて金徳10個デッキとかやってる方とかいますからね、ダンジョンで。はい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 、はい、なるほど。いいね、なるみ。R 暗転2回。なるみが。なるみがあれですかね。さんからしたらちょっと。PSR が42で。SR が45。45。これは引きたいですね。お願いします。ここも確定だよ、うん、確定の時はなんか2枚欲しい、ね、欲しいね、うん、1枚もらえることは決まってるから。いやー、安定、おお、安定しますね。すごいよ、もうこれ。まあでもいいじゃないですか。でも思ってなかったのが2体来たからね。多分当たったキャラ的には、うん、悪くない、普通にいいキャラ当たったと思いますよ、うん、あるある、はい、うん、おお、
R3 枚ありがたいけど、でもある。まあちょっとここから先はボタン押せないかな。そうですね、うん、ここで目指した先に何があるってちょっとなんかそんなにテンション上がんないから、かな。まあでも R とはいえ3体来たのは良しとしましょう。そうですね、あもうだってやっぱなるみなんだかんだでやっぱりまだまだ使えるキャラだしさ。いやまだまだっすよ。でしょ、寿命長いっすよまだまだ。うん、でそれで言うと小川ってどうなんですか、泉さん的に寿命っていう言い方で言うと。正直言って今寿命が来始めてきてます。ですよね。今あのですよね、今の彼女テンプレ、ダンジョン高校の彼女テンプレはサガラ、カミラ、ツノリア、ツノリアなんで、小川がちょっと落ちちゃったんですよ。そうですよね。なんでちょっと下がってるがいますね。でもまだ価値はあるんですか。まだ全然価値は、全然、組み方によっては、まあ、そこ揃えてる人もそんなにいないですからね、式ツノリアのダブルで、うん、そこで上を目指す人はそこだもんね、そこ絶対だもんね、うん、今はそうだと思います。なんなら投手とかでも小川は全然査定が高いんで、ジャストフィットってめちゃくちゃ、あ、査定高いんだ、うん、なんでその金属査定だけを、あの、うん、高いのを集めるだけでもあの強いのが作れたりするんで、うん、選択肢には入ってくるんで、やっぱりまだ死んではいないですけど、うん、ちょっとあれです、落ちてきちゃってるなっていうのは。そうですよね、うん。他、泉さん的にこのキャラこうだとかなんかありますか。ここ最近のパワプロの話で言うと、ここ最近ですか。あ、じゃあもうここ最近で泉さんが初めて来た時になくて、はい、今あるものって言ったらもうまさにその上限アップのキャラじゃないですか。 はいはいはい、その上限アップのキャラについて泉さんどう思いますか。いや僕は本当に上を目指してるんで、はい、どんどん来てほしいなっていうのはやっぱりありますね。上を目指してるっていう割には最近の泉さんの動画見てるといつもテンション下がってるね。いやそんな今がっつりやる時期じゃないんですよ。今全然本気出す時期じゃないんですよみたいなしか俺聞かない気がするんですけど。そうですね、ちょっと根詰めすぎたんで少し前に2、3週間ぐらい前までに結構詰めてたんで、うん、はい、ちょっと休憩の時間がないとあの疲れちゃってもうしかも大会もあったばっかなんで、まあ、そうですね、結構まあちょっと休憩かなっていうの。ちなみに次の上限アップキャラはどんなキャラが来て欲しいとかなんかありますか。期待とかも込めながら僕的にはまあ野手なら総力上限アップ、来そうだよね、うん、なんか佐伯がっていうそのありそうじゃないっていう。お、確かに、あの出るって言っててずっと出てこないじゃないですか。確かに、で総力かそのスタミナ上限が来てくれれば、うん、結構 SS2 先発とか作れそうなんで。総力来てさメンタルも守備もっつったらもうどれか選ばなきゃ無理になるね。全部無理でしょ。いやでも今後はやっぱり高校も強くなっていくんじゃないですか。あ、そうくなるのか。で101までは絶対行ってさらに金徳全部取ってっていうのが次の流れ。次、はい、まあ、まだそこわかんないです。総力、まあ、上限、うん、4つ行って、うん、金徳と徳の合わせ33個ぐらい取れれば、うん、まあ、うん、いいかなと。多分 SS4ぐらいはいくかなともういいよあーなるほどね。でもそうしていかないとね、うん、なるほどね。でもまあやっぱり、うん、今泉さんがおっしゃったように SS345 を、うん、あの男女以外でトップランカーが作れるように、うん、そういうシナリオが出てくるんじゃないかなと思いますけどね。でもシラスですもう SS4 は出てももう、はいはい、おかしくないと思うんですよね。そうですね、相良が出る前から天才で3の9メモリ作ってる方はいるんで、ね、ウッディさんだっけ。いや、あのスミスさんって方です、ね、スミスさんあのダンジョンなし SS1 の一番最初の人なんで、うん、スタン・スミスさんねめちゃくちゃすごい人ですね。なるほどね。泉さん、ところでその大会はどうだったんですか。この前の大会パワちゃん東京大会予選56位っす、うん、まあ、トップ役には入れたんですけど、なんかそこら辺とかも泉さんのチャンネルで結構上げてるんですよね。はい、そこは話しましたね、うん、とりあえずは。じゃあぜひともですね、皆さんあの泉さんのチャンネルでいろんな情報を取っていってください、うん、はい。で今日はねこれからまあ何本か動画撮っていこうと思いますんで、泉さんよろしくお願いいたします。お願いします。また動画でお会いいたしましょう。
バイバイ。バイバイ。